どうも、よしえさん。あの、悪くないから謝れるってのはどうですかね。何の日もないから、涼しい顔して、あ、謝ればこの人気が済むんだな、謝っとこう、みたいなね。あと一つは、組織を背負ってないから、謝りやすいですね。あの、やっぱり組織を背負ってると、組織に対しての顔もあるし、実際に謝ることによって、こっちの組織、自分の組織とバランス崩れてしまってね。あの、やっぱりこう、部下とか、他の役職の人にも、損害が及ぶことがあると思うので、 やっぱり組織に属していると、自分の判断だけで謝れないっていうね、がんじがらめなところはあるでしょうね。だから、大企業っていうのは謝罪がものすごく遅かったりとか、謝罪用の役員が出てきて頭を下げるみたいなね、無様なことになると思うんですよ。でも個人だったらあれじゃないですかね。すいませんでしたって。謝ったら終わりなんでね、解決早いかなと思います。なんとこじゃないですかね。いっらっしゃい。